中国漁船がまた逃走、産後密漁か。昨日、日本の排他的経済水域 EZ の中で停戦命令に従わず逃走したとして、横浜海上保安部が中国の漁船の船長陳文邸を逮捕したことが明らかになりました。こちら、小笠原諸島にて海上保安庁の巡視船が漁船を発見し、 停戦命令を出したが逃走したと、約2時間にわたり逃走を続けたため、停戦させ立ち入り検査を実施し、中国人の陳文帝を逮捕したとされているんですが、こちら、産ン量漁を行う漁船だと思われ、またしても宝石産後の 密漁が行われていた可能性がございます。現状、日本政府は法改正を行い、この産後の密漁に対して罪を重くしておりますが、それでも十分な抑止力になっていないことが、こういった事件によって証明されておりますので、日本政府にはさらにこの産後の密漁に対して罪を重くしていただき、これ以上、 日本の産後が荒らされないようにしっかりと対策をとっていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。